皆さんこんにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございますお昼にあなたと三峡ダムこのチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします3月15日 地上派ではこれっぽっちも伝えられない中国三峡ダムの元凶です朝光水利委員会によると今朝8時の時点で水位は 162m93 おととと比べると 40cm の下げでついに 162m 台となりましたダムの貯水側から見ると水位はこの辺りではないかと思われます昨日の昼3時の昼時時点で 上流の観測所の流入は毎秒5100立方メートルで三峡ダムは毎秒5500立方メートルこのためダムの直近と南側の川で増水した分の合計は毎秒400立方メートルと推測されますおとついと比べて三峡ダムへの流入は変わらずです一方今朝8時の放流量は毎秒6890立方メートル 2割程度の発電状況で、7期前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとついの同じ時間帯と比べると、放流量はほぼ同じです。中国湖南省、水門局の発表データを確認します。こちらは三峡ダムの流入や放流、水位情報を示したグラフ。黒のラインで示す放流量は、 安定運用で同じパターンを繰り返していますと言いたいところですがそう思った方はまだまだですよく目を凝らして見てみると一日の加減の放流を引き上げています一時の気まぐれなのか操作ミスなのかあるいは水位を下げるぞという決意表明なのか緑のラインの流入量はここのところ安定しており出す量は少し増やして流入量は同じであることから水位は下がっています 最近の中国の発電事情はどうなっているのでしょうか自然エネルギー財団が公表している2022年の中国発電ランキングのトップ5まずは第5位の原子力発電近年急速に拡大しておりエネルギーの多様化のために政府が積極的に推進原子力は石炭に代わるエネルギー源として位置づけられており安定した電力供給を提供する一方で 安全性や廃棄物処理などの課題もありますあちらが発表している公式データによると福島第一原発の処理水に比べて9倍のトリチウムを含む排水を流している原発もあると報道され世間がざわついています安全保障の観点からなのかあるいは隠したいだけなのか全体比率からすると2%ちょっとということで意外に少ない印象があります第4位は風力発電 政府の支援ににより急速に成長世界最大の風力発電国の一つでありエネルギー供給の多様化に貢献ただし自然環境に大きく影響を受けるため蓄電設備がまだまだの現在設備の容量は増えても実際に有効活用されているかというとそれはまた別の話のようです第3位は太陽光です太陽光発電は政府の手厚い支援と 技術革新にによって大幅に拡大幅拡中国は世界最大の太陽光発電国でありパネルの生産量も世界一です今一番中国が力を入れているのがこの太陽光と先ほどの風力発電あちらの内陸部では信じられないほどの発電施設が建設されているのですが実際のところ自然に大きく左右されお日様のご機嫌伺いによるところが大きいので 安定供給という面ではいまだに課題がありますまた近年では異常気象のためかゴルフボール台のひが落ちてくる映像も SNS で見られ太陽光パネルが損傷使い物にならなくなることもこのあたりのリスクは常につきまといます 2> 第2位は水力発電中国は世界最大の水力発電国の一つでありご存知の通り 長江ややなどののの大河川やその支流に多くのダムが建設されてきました水力発電は安定した発電源であり再生可能エネルギーの中で重要な位置づけただしダム建設による生態系への影響や地域の水利圏問題水質汚染泥やゴミ問題などさまざまな問題が指摘されています栄えある第1位はやはり石炭火力 昔から中国の電力構成の大部分を占め、安い燃料として広く利用されています。石炭火力発電は経済成長の主要なエネルギー源であり、中国のエネルギー需給の中核を担ってきました。環境への影響や気候変動への対策の観点から、再生可能エネルギーへの転換が求められているものの、大寒波になると石炭輸入が急に増えたり、もともと国営企業が多いことから、 なかなか石炭依存から抜け出せていないのが実情のようです本来電力事業がバランスよく整備されていれば電力の安定供給が可能なはずですが現実はそうはなっていません例えば内陸部の四川省や雲南省などでは太陽光や風力ばかりを増強し火力発電の比率が極端に下がったために自然の影響により急に電力不足に陥るなどその政策のポンコツぶりが明らかに 原子力が本当に2%しかないのかも気になるところですがあちらの極端な政策の付けが今頃になってきているようです天気予報サービスのウィンディーで12時間の実績を見てみますこちらは昨日の夜7時までの状況ダム周辺そしてその上流で雨雲はなく中国の南部や沿岸部で雨だったようです長江よりも南側の広い範囲で雲が立ち込めているようです 次に、向こう1週間の予想を見てみましょう。週末から週明けにかけて、ダム周辺やその上流では雨雲が広がって東に進み、これらの雲は日本にまでやってきそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が16度、最低気温が12度で、曇りの予報。最低気温が2桁ですから、現地の寒さはだいぶ和らいでいるのでしょう。 番組の途中ででですす。が、ここで臨時ニュースです日産、中国の生産能力3割減へ BYD など現地税が台頭日経新聞が伝えています記事によると日産自動車は中国の自動車生産能力を最大で3割減らす検討に入ったとのこと現地の合弁会社と協議するそうですホンダも中国の生産能力を2割減らす以降政府主導で中国の電気自動車 EV シフトが進み日本勢は苦戦 かつて中国への技術導入を主導した日本車メーカーは戦略の立て直しを迫られています外資から技術やノウハウを獲得した中国企業は実力を養う一方政府主導で EV シフトを進めました以上日産中国の生産能力3割減へ BYD など現地勢が台頭についてお伝えしました西安チャンネルです今のニュースについて少し。 先日ファミリーマートも現地企業との合弁見直しと縮小の方針を発表したところで今度は自動車メーカーが生産規模縮小さらにホンダも同様の措置を取るようですテレ東のニュースによると業界2位の日産と3位のホンダが業務提携を模索し出したということで水面下で動きがある模様中国大好き日産が3割縮小ということで車に関する先端技術を吸い取られて挙句の果てには中国メーカーに食われる始末 要するに経営判断がポンコツだったということなんでしょうようやく気づき始めたのかという感はありますが粛々とあちらから手を引いていけばよいのではないでしょうか関わらないことそれが一番です日本の気象状況について確認しますこちらは今朝9時までのレーダーの実績一部で雨雲が見られますがその他は晴れているところが多いでしょうニュースを見ていると札幌を除いて 降水確率は低いようなので、良い天気となりそうです。大気の状態を見てみると、例の PM2.5 が、大陸から流れてきている様子がはっきりわかります。今朝、ベランダから外を見ると、晴れているのに見通しは悪く、遠くが霞んでいます。PM2.5、高差、そして花粉の季節となりました。昨日の時点で琵琶湖の水位はマイナス14センチ、おとついよりも8センチ上昇しました。 今回回の雨で回復が加速しています三峡ダムというと決壊崩壊の話が注目されるのですが砂の堆積問題が深刻なのはご存知でしょうかこの問題は三峡ダムに限ったことではなくダム共通の課題と言われています大佐問題は三峡ダムそのものと三峡ダム以外に影響を及ぼしているようですままずは三峡ダムについて見て見みます ご存知の通りダムの名前は近くに3つの峡谷があることから三峡と命名されましたつまりすぐ上流は急峻な地形で川の幅が狭くなっていますそしてダムの近くで川幅が広がり末広がりとなっていますダム停滞の長さは2.3キロ末広がりになることで水の速度はゆっくりとなりますこうなると上流から水に含まれていた土砂は自由落下の法則に従いどんどんダムの底に沈殿します 時期によりますが、深さが最大170メートル近くあるので、これを吸い出すのはなかなか難しいのではないでしょうか。現地映像や衛星画像を見る限り、大規模な春節工事をやっているようには見えません。ダムには泥や砂を排出するゲートがあるものの、時間が経つにつれてたまる一方です。そして次はは三峡ダム以外のの話特に上流の重は深刻です毎年10月頃から 三峡ダムが175メートルあたりまで貯水することになり、その結果、500キロ以上離れた上流の重慶との間まで水位が上がります。つまり、重慶の手前で川の流れるスピードが弱まることとなり、このあたりで砂が堆積するわけです。重慶市は水運で重要な都市ですから、川底が上がると、大型船舶の航行に影響を及ぼしかねません。過去には砂がたまったことで、実際に船の航行が止まったという話もあったようです。 ダムができる前の1990年代のこと上流から年間4.4億トンもの土砂が三峡ダムの建設予定地域を通過していたんだそうですその後ダムが完成し試験貯水任務と言われる試験淡水により満水まで水を貯めることで土砂の流入が2億トンに減ったと報じられています案に三峡ダム建設で土砂が入ってくるのが少なくなりましたよということをアピールしたいのでしょう。さらに 土砂の流入が1.8億トンにまで減少した、と伝えられています。順調ぶりをアピールしたいのかは不明ですが、とにかくあちらさんは減ったんだと主張しています。もっともらしく聞こえますが、よく考えてみると、何かおかしいですよね。毎年、4.4億トンくらいが下流に向かって流れてくるはずなのに、三峡ダムの付近では1.8億トンに減少。引き算をすると、残りの2.6億トンはどこに行ってしまったのでしょうか。 もちろん、上流でもダムができたため、流入する土砂自体が減ったという理屈かもしれないですが、それにしても、2.6億トンの土砂への影響は限定的でしょう。おそらく、三峡ダムにたどり着く前に沈殿、堆積したのではないでしょうか。残りの2.6億トンは、ダムの貯水範囲内にたまっただけというのが算段です。上流の土砂がいきなり蒸発したりしませんし、朝起きたらなかったことにはなりません。きっとどこかにあるはず。 三峡ダムの貯水範囲は上流の6 0 0キロまでになります。そのどこかに堆積したから、三峡ダムの停滞までたどり着かなかったと推測されます。ということは、ダムの貯水能力は年々低下していくのではないでしょうか。ダム湖の底が広範囲にわたって底上げされ、2年たち、5年たち、10年経てば、時限式のあれみたいに、いつかは暴発するなんてことにはならないでしょうか。あちらさんの主張する数字のマジックに騙されないようにしましょう。 三峡ダムの基本情報についてまとめ動画をアップしていますそもそも三峡ダムって何一体何が危ないのなど三峡ダム初心者の方にも分かりやすい内容となっています概要欄にリンクを載せていますのでぜひ一度ご覧くださいここまでご視聴いただきありがとうございますこの動画が良かったと思われましたらグッドボタンをああも一つやなと思われましたらバッドボタンをお願いします YouTube の仕組み的にグッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。